斎藤良は日本のプロレスラー。山形県山形市出身、ドラゴンゲート所属。現在はドラゴンゲートの選手及びゼネラルマネージャーと大会本部長を兼任している。東海大学山形高等学校卒業後に東流門の4期生としてメキシコへ渡り、1999年5月15日、メキシコのアレナナウカルパンで神田博之戦でデビュー。 同期には、玉岡兼太がいる。自転車に乗りながら入場するというメッセンジャーのギミックで、日本逆上陸後、自転車を盗まれたことから始まった、ドン・フジーとの構想で高青年かつ天然キャラを確立し人気を博す。一年近く構想は続き、自転車を奪還するとフジーにラブコールをして、タッグ結成を呼びかけた。フジーは、しばらく渋っていたものの熱意によれ、 自転車兄弟としてタックを組み、二人乗り自転車で入場するようになった。その後は、アンソニー W、森にもラブコールを送ってタックを組んだりと、正規軍にいながらユニットを超えた動きを見せていた。しかし、も月重明との交渉から正規軍を離脱。その後、ドゥーフィックス入りするために、自身のトレードマークである自転車をパイプ椅子でオーダーした後、 マグナム東京にドゥフィクサー入りを認められた。2005年からはマグナム東京によりメンバーでは最年少ながら最も積極的なプレーを認められ2代目リーダーに指名されている。この頃から肉体改造に成功し体が一回り大きくなった。この年の第1回キングオブゲートで優勝を果たし予選を勝って翌2006年2月にマグニチュード岸和田を下して オープンザドリームゲート王座を体感し、第四代王者となる。しかし、4月に横須賀通りに敗れ、防衛霊で王座を明け渡す。横須賀とのライバルストーリーはその後も展開される。2007年に入り、堀口元気と仲間割れするも、後に和解。しかし、2月4日の博多大会で裏切られ、堀口はマッスルアウトローズに加入し、ルーフィクサーは解散。 その後、シーマ、トールに救出され、ドラゴンキットと共に、タイフーンに加入。タイフーン加入後は、横須賀トールとのタッグ、両須賀で様々な合体技やコンビネーションを見せるようになり、7月1日には、ジャドー道ド道を破り、愛知タッグ王座を獲得し、第13代王者となる。後に、土井主劇&、吉野正殿、土井吉荒井健一郎&、岩佐拓の、 新岩らと数々の名勝負を繰り広げるようになり、タック戦線が激化していくようになった。7月10日のオープンザ・ドリーム・ゲート・オ座、ザ、次期挑戦者決定ワンナイトトーナメント1回戦で、BB ・ハルクと激突し、敗北する者の,のハルクが顎を負傷したため、敗者復活戦が行われる。以降、ハルクとの異根が発生する。12月28日、後楽園ホールでのサイバー。 コングとのシングルマッチにて、サイバーのコスチュームを真似た、サイバー、両として登場。パイナップルではなく、キュウリを割ったり、動作もサイバーの真似をし、若干サイバーを呆れさせたがパワーを見せつけメッセンジャーで勝利した。2008年2月17日、吉野正人の持つオープンザブレイブゲート王座に挑戦するが敗北。その後、シーマが挑戦表明するものの、シーマが ブレイブゲートを侮辱するような発言をしたため、仲間割れする。4月27日、シーマの持つドリームゲートに挑戦するが、敗北したものの試合を通じてシーマとも和解5月5日、両須賀として、荒井健一郎岩佐拓の持つオープン雑ンゲート統一タグ王座に挑戦し王座獲得、第3代王者となる。2009年2月15日の、 博多スター連大会において、台風雲解散後に共闘を呼びかけた、横須賀トールとオープンザツインゲート統一タッグ王座に挑戦したが、試合中に、パートナーの横須賀トールを裏切り、リアルハザード入りした。3月22日、堀口元気をパートナーに、ガンマ横須賀トール組の持つツインゲートに挑戦するが、反則負けになる。試合後、 王者組が、二度とあいつらの挑戦は受けない。発言する。しかし、同じタッグで4月18日、19日に行われた、オープンザツインゲート統一タッグ王座、次期挑戦者チーム決定トーナメントに優勝し、発言を逆手に取る形で挑発し、同門である、荒井健一郎&、神田博之組も加えた3上マッチを要求し、 5月5日の愛知県体育館大会では実質的に4対2の3ウェイマッチで王者組から勝利を奪い自身2度目のオープンザツインゲート統一タッグ王座を獲得6月7日の名古屋国際会議場大会のオープンザツインゲート統一タッグ王座の防衛戦で挑戦者の高木慎吾の腕をコーナーにガムテープで縛り付けその間にドラゴンキットから ダブルクロスで3カウントを取り初防衛を果たす。しかし、12月13日の試合中に、アキレス腱を断裂し、長期欠場に入る。2010年4月25日、博多スターレーンにて復帰、堀口元気が、ウォーリアーズマイナス5に加入させようとするも、やり残したことがあるような気がしたんで、ごめんなさいと拒否。やり残したこととは、横須賀トールとの再ト決プ結成だったが、 トールに断られてしまう。その後、わけがわからないからウォーリアーズマイナス5でやっていきましょう、と、ウォーリアーズマイナス5に加入した。長期欠場の影響で復帰当初は、台風時代のコスチュームに、ドフィクサー時代の T シャツを着用したり、ドラゴンキットのことが思い出せないなど、記憶喪失状態に陥っていたが、後に、キットの一撃がきっかけで記憶を取り戻した。 その後、ウォーリアーズが、ブラッドウォーリアーズとなりヒールか、戸沢らに追放された。2012年3月に、堀口、神田とジミーズ加入、同時に、斉藤、ジミー良と改名した。11月8日、後楽園大会のメインイベント後の、マイクで、シーマから、ゴミをばわりされたが、12月8日、札幌停戦ホール帰ってきたベテラン軍 VS。 ジミーズシングル3番勝負にて3試合目に出場し、もちきと対戦。11分18秒プレミアムブリッジで勝利。同月28日兵後、神戸三謀ホールのオープンザトライアングルゲートにて、再びもちきからプレミアムブリッジでホールを奪うなど活躍し、存在感を見せた。2013年には1月20日に、シーマ、9月12日にヤマトと、 二度ドリームゲート王座に挑戦。獲得はならなかったが前線した。12月には、進む、谷崎と共にオープンザトライアングルゲート王座を獲得したが、2014年2月に、追患版ヘルニアで欠場し、王座返上となった。一方で2013年3月7日に、菊太郎を破って、オープンザお笑いゲート王座を初退官。 こちらは7度の防衛を果たして2014年を迎えている。欠場期間中、ドラゴンゲートの大会にセコンドとして登場することもあるが、プライムゾーンでは熊ンの T シャツを着て、ペロペロキャンディを舐めながら登場する、おバカな子供キャラになりゆくことこの前に登場する。また、内紛状態のジミーズの前に現れ、辛い胸の内を語り仲直りさせたこともある。 またプライムゾーンボリューム20からは、リングレポーターとして登場。10月11日、地元山形大会で復帰が決定。試合は、進むと神田とタッグを結成し大和、ヤマトサイバー、コングパンチ、富永組と対戦する。パンチにプレミアムブリッジを決めて勝利する。10月19日には、復帰祝いとして、ベテラン軍の持っていたトライアングルゲートに挑戦し、 ベテラン軍は防衛令でジミーズの掘り口と進むと体感した。その際、藤井さんをコロッと丸め込んだら3つ入っちゃいまして、とマイクで語る。2015年より、マット・ブランキーに加入した辰ツことドン・フジーに構成することを求めて、金八先生ならぬ両八先生として、上半身のみ、金八先生モデルのスーツを着てたびたび試合にマット、ブランキーに臨み、 シングルでは直接勝利。その後行われた金網マッチでは、藤が学ラン姿で登場、マット・ブランキーを脱退する。この金網マッチ以降は、信彦ことシーマと吉人ことガンマも加わり、後楽園中学3年 B 組生徒会としても活動する。辰木は、先生の一存で、生徒会長、信彦は野球部を希望したが、日直、吉人は、 字が綺麗ということで初期に任命されたが6月3日の後楽園ホール大会で解散となった。8月16日、ジミーズの仲間と共にマット・ブランキーとの解散マッチを行い、なんとかジミーズを守った。9月9日、斎藤、相撲両としてタックリーグに相撲富士と初出陣。9月9日の相手の大阪06に再両ロケットで勝利を収めた。 9月26日、決勝トーナメント1回戦で、ツインゲートチャンピオンチームのドイとヤマトと当たり、ツインゲートチャンピオンチームを追い詰めるが、最後の最後で、ドイの V9 クラッチで敗北。しかしこのタッグリーグで、スモーズとして良い結果を残すことができた。12月27日、モンスターエクスプレスの持つトライアングルゲートのベルトに、堀口と進むと一緒に挑戦する。 そしてその時、ジミーズの仲間と共に、ベルセルクとディアハーツを倒すも、最後の最後で、戸沢のパッケージジャーマンスープレックスホールドで敗北。王座獲得はならなかった。2016年1月17日、ドイとヤマトの持つツインゲートのベルトに堀口と挑戦したが、ドイのバカタレスライディングキックからのヤマトの丸め込みで敗北。王座獲得はならなかった。 3月5日、スモーズとして、スモーフジと、堀口元気、SUMO と、トライアングルゲートのベルトに挑戦するも堀口が、吉野のソルな支援って改めて敗北したため、王座獲得はならなかったが、最後は、トライアングルゲートのベルトを防衛した吉野と戸沢と、ティーホークとジミーズのメンバーと一緒に、ジミーズトレーンを踊り、エディオンアリーナ、大阪大会を締めた。月日、 高木慎吾の持つドリームゲートに挑戦。何度も何度もパンピングボンバーを喰らい続け、それでもなお立ち続けたが、最後の最後でパンピングボンバーで敗北。その後、ことかに髪を切られる。3月28日、神戸参謀ホールで、洋介サンタマリアと組み、シーマとエータと対戦する予定だったが、その時入場したのはマリアだけだった。肝心の裁量は、 マリアの友達の斉藤、マミー良子と紹介され、オカマキャラとして登場。試合では、絶望的に気持ち悪いお姉殺報を披露。最後は、再量ロケットで、勝利2016年9月、沖縄大会にて、オープンザトライアングルゲートオーザダッシュ11月現在、二度の防衛に成功。2017年10月5日にて、ジミーズ解散。 後日リングネームを斉藤寮に戻す。2021年8月2日、ドラゴンゲートのゼネラルマネージャーと大会本部長に就任することを発表。合わせてドラゴンゲート株式会社の取締役にも就任予定であると明かされた。ルチャリブレ主体のドラゴンゲートにおいて、比較的オーソドックスなファイトスタイルを見せる。ブリッジが美しい各種スープレックスを繰り出す。AB 2014プロレスラーカラー写真名館 P12 週刊プロレスナ、no. ンバーワン7142013年12月5日増刊ベースボールマガジン社斉藤亮の選手権人ゼネラルマネージャー大会本部長就任のお知らせドラゴンゲート SPOORA.JP2021 年8月3日閲覧週刊プロレスエクストラボリューム9 ドラゴンゲート大百科2013年11月5日、ベースボールマガジン社 AB ドラゴンゲートデータベース、オープンザドリームゲート2014.37閲覧、ドラゴンゲートデータベース、オープンザトライアングルゲート2014.37閲覧、ドラゴンゲートデータベース、オープンザお笑いゲート2014.37閲覧、ありがとうございます。